おはようございます。どうもおパスおパキューです。今日はトライアウト当日でございます。現在の時刻はですね4時34分となっております。これから球場に入るまでの、道のりをご覧ください。どうぞ。まずはお風呂に入って体を温めます。よし、1年間、はい、やってきたことぶつけるだけや。結果なんかどうでもいいわ。グラウンドで楽しんで、はい、今日トライアウト受けるみんなもね、はい、一緒にプレーできて、うん、なんか嬉しいね。もしかして最後かもしれんや。みんなですね、はい、みんなと一緒に楽しみたいね。では、ありがとうございます。今日も楽しんじゃおう。よかったよ、本当に。このトライアウトの絵を作れたね、今日ね。ですね、完璧でしたね。あと2日間、はい、待って、来なかったら野球はもう諦める。本当よ。まあそうですね、言ってましたもん ね、 のね、はい、気持ちで臨んだから、あとはもう球団が手を挙げてくれるかどうかだけであって、来なかったら来なかったでまたね、違う新たな目標を作って楽しんでいくだけ。やっぱね、目標を持って自分に勝つつもりで毎日やってたら楽しいね。あの舞台に立てたことがね、もう自分に勝ってんじゃないかなとは本当に思った。いや、打席の中で今までにない、なんでここに立ててんだっていう気持ちにね、はい、させてくれたんだよね。もう諦めようかなっていう時期もあったのよ、実際。バレーで一人でやってた時ね、はい、あの壁にぶつけたりしてた時に、でもみんなの声援でここまでね、超えたことに感謝するし、逆に俺がこういうふうなトライをしてさ、励みになってくれて、少しでもね、はい、なってくれた人が、ね、たくさんいてくれてるから、それがまた俺の励みになったし、明日から本当にちょっと休みたい。休みましょう。ありがとうございました。スーさん、トライアウトお疲れ様でした。今回の動画はですね、撮れるところを撮らせてもらって今アップさせてもらったんですけれども、この1年間スーさんと一緒に共に過ごさせてもらいまして、本当に改めてスーさんの凄さ、偉大さ身に染みて感じました。本当スーパースターの新庄剛志さんと一緒にいさせてもらったこと、練習パートナーに選んでいただいたこと、改めてすごく光栄だなと感じております。本当一つの目標に向かってストイックに自分を追い込んで研究して計算して自分の体と向き合って自分の理想の形を追い求めてきたスーさん、その背中を見て僕もまだまだ本気度が足りなかったなと思っております。スーさんから、目標を立てることの重要さ、大切さを学びました。たくさん学んだことはありますけれども、それを自分が肌で感じたことを生かしてメキシカンリーグで圧倒的な存在感、圧倒的な結果を残してメジャーリーグの舞台に立てるように僕もやります。今後はまずこの腰を直しながら本当にとことん追い込んで、スーさんのように自分に勝って成長していってメキシコに乗り込んでいきます。引き続き今後ともよろしくお願いいたします。よっしゃ。おパパおパパおパパおパキュー、おパおパおパキュキュキュノノノキュー、おパパおパパおパパおパキュー、おパおパおパキュキュキュノノノキュー。いいさこのくらいで、いいさやらなくてもこれからさ、何曜日でもシャラララオパキュー、シャラララララシャラオパキュー。
お腹鳴る。シャラララララシャラララオパキュー、シャラララシャラオパキュー、シャラララララシャラララオパキュー、すぐに眠くなる。チャンネル登録でオパと握手。